カトマンズの朝市朝市とは、日曜日等の早朝に一箇所に集まり、持ち寄った農産物や加工品などを売買する定期市。個別に路上販売あるいは訪問販売によって商う行商とは違い、朝に一箇所に集まって仮設で路上販売する形式を朝チというのが一般的である。行動や公有地での朝市は、 国民があるいは市民等の税金によって設置された道路、広場を占有するため、様々な届け出が必要である。農業共同組合や漁業共同組合が主催することがあるほか、観光の目玉イベントとして自治体等が行う場合もある。中には、平安時代頃から続いていると言われる、石川県輪島市の朝市や安土桃山時代から続いている。 千葉県勝浦市の朝市、江戸時代から続いている岐阜県高山市の飛騨鉱山、朝市など、歴史的な朝市も現存している。一般的には一定場所で開催するところが多いが、一定期間ごとに開催場所が異なる朝市や、曜日ごとに開催場所が異なる朝市も存在する。なお、朝市と称するが朝以外の時間帯にも営業する、市場も存在する。 2000年代以降は、軽トラックの荷台で販売を行う、軽トラシと呼ばれるスタイルも見られるようになっている。仮設定期市は島朝市常設市場中国では、朝市は、総一と称される。ただし、歴史的には1990年代初頭まで都市部の生鮮食料品を提供する、小売業は冷災な小売商人、農民が対面販売を行う自由市場。 国有の生鮮食料品小売専門店しかなかく、な市城は国有の生鮮食料品店を指した。ありがとうございます。